バート・アコスタとカーチス CR-1 カーチス CR は1921年に開発されたアメリカ海軍の競技機である。アメリカ陸軍向けの R-6 は1922年に時速 359.72km の速度記録などを樹立し、水蒸気に改造されたアメリカ海軍の CR-3 は1923年のシュナイダートロフィーレースで優勝した。 カーチス CR は通常の形式の短座の副容機でモノコックの胴体で同一スパンの上下翼は n 字型のストラットで支持されている。アメリカ海軍向けは CR-1、CR-2 CR の記号で製作され、この機体は水蒸気に改造されて CR-3、CR-4 CR と故障が変えられた。陸軍向けに 改良型が開発され、R-6 と呼ばれた。R-6 は、空力面で、さらに改良され表面ラジエーターなどが採用された。カーチス CR は、航空機レースで、多くの成功を収めた。1921年のピューリツアトロフィーに、CR-1 が、バート・アコスタの操縦で、平均速度時速 283.49km で、 優勝し1922年のピューリツアートロフィーでは CR-1 を改造した CR-2 と陸軍の R-6 とで1位から4位までを独占した。優勝はラッセルモーガンで平均速度は時速 330km であった。この記録は 200km の距離の平均速度の世界記録であった。アメリカ陸軍は R-6 を使って 速度の世界記録に挑戦し、1922年10月18日に、ウィリアム・ミッチェルの操縦で時速 359.72km の記録を樹立し、1923年3月には、ラッセル・モーガンの操縦で記録を時速 380.74km に伸ばした。海軍の CR-2 にフロートを装着し、 CR-3 と故障を変えた機体は1923年のシュナイダートルフィーレースに参加し、ディビットリッテンハウスが時速 285.457km の平均速度で優勝し、ルトレッチ・アービンが平均速度時速 278.970km で2位となった。CR-3 はさらに改良され、 CR-4 となり水蒸気の速度記録に挑戦し、1924年に時速 317km の記録を樹立した。ありがとうございます。